どうも、皆さんこんにちは。ということで今日は試合の3日前ですね、水曜日になります。昨日競技場でねちょっと負荷の高い、練習を、したので今日はねアクティブレストです。アクティブレストで明日が、完全レストにして、で金曜日ですね試合の前日、今回は試合が土曜日なんですけど前日の金曜日は軽く芝生で、動き作りっていうんですかね 100m のイメージをちょっと作って、終了して試合に挑むと、まあ、そんな感じになってます。でアクティブレストなんですけど少しね体を動かすっていうことをした方が疲労がね、回復が早くなるということでウォーキングだったりとか、まあ、ゆっくりの自転車だったりとか、まあ、ジョグとかもゆっくりだったらね大丈夫だと思うんですがあとはね、プールの中で歩くとかストレッチですね。ストレッチとかもすごくいいっていうことですので、まあ、そうやって皆さんもね疲労が溜まっている時とか負荷の高い練習をした次の日なんかはアクティブレストですね、やってもらうとまたいいかなと思います。たまにですねサッカーとか野球とか、そういうスポーツを運動をねアクティブレストの中で取り入れたりする人がいるみたいなんですけど、まあ、基本的にはアクティブレストっていうのは疲労抜きをするのが最大の目的であるのであの怪我とかをする恐れのあるスポーツとかね、あまり普段やり慣れないような運動っていうのは避けた方がいいかなと思いますんで、まあ、ちょっとその辺もね気をつけてもらいたいなと思います。ということでしっかりね疲労抜いて試合にね、挑みたいなと思いますんでまた、試合の結果もね楽しみにしていてください。自己ベスト更新したらねどうしても食べたいものがあるのでまたそれ山に行って、食べたいなと思います。ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントそれからいいねありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまたさよなら。これすごいな。これすごいよね。疲れる。